ルートビヒ・シュトゥンプフェッカーは、第二次世界大戦中の新衛隊医師で、1944年から、アドルフ・ヒトラーの主治医であった。シュトゥンプフェッカーと表記されることもある。バイエルン・シュミュン編ン生まれ。はじめは看護師として、法苑流被縁療養所の主任医師をしていたカール、ゲプハルトの下で働く。1936年には、 ケプハルトとともにガルミッシュパルテンキルヒエンオリンピックとベルリンオリンピックに医療班として参加した。1939年に第二次世界大戦が勃発すると、ホーエンリュ流ヒエン療養所は新鋭隊が利用することとなった。その後、シュトゥンプフェッカーはフリッツ・フィッシャー、ヘルタ・オーバーホイザーの下で働き、ラーフェンス・ブリュック強制収容所から連れてこられた。 女性の囚人を対象とした人体実験を行った。この実験では骨と筋肉の移植、病原菌の感染などが行われた。1945年には相当地下号でジーのテオドール・モレルのもとで働いた。ヒトラーは自殺直前の4月29日、シュトゥンプ・フェーカーに依頼して愛犬のブロンディを生産で殺し、生産を飲むとどのようにして死ぬか確かめたという。 翌4月30日にヒトラーが自殺するとヨーゼフ・ゲッペルスが自殺する直前にマクダ・プジンと共に彼らの子供に生産を飲ませて毒殺した。その後、シュトゥンプ・フェーカーは次期ナチス党首に指名されていたマルティン・ボルマン、ヒトラー・ユーゲントの全国青年指導者アルトゥール・アクスマンと共に5月1日シニアに相当地下号を脱出。しかし、 ソ連軍の攻撃が激しいために脱出できず、ボルマンと共に、レアター駅付近で生産入りのカプセルを噛み砕いて、自殺した。遺体は長年見つからず、ボルマンと共に逃亡したという説もあったが1972年に遺体が発見された。ありがとうございます。